衝撃やった俺あれは。生まれたての小鹿みたいな。小鹿。絶対先輩やとは思ってないですからね。いやめちゃくちゃ思ってますほんまに。それはまず現在 の, そのキャンプでのこう、まあ、ご自身のコンディション的な部分だったりというところで、じゃあセブン選手から現在どうですか。すごく充実してて、まあ、ここまで本当怪我なくやれてきてますし、チームメイトも本当に雰囲気明るいですし、スタッフ含めて本当に町田 FC 町田ゼルビア全体がすごくいい雰囲気でできているので、すごく充実しています。そうですね、やっぱり去年の立ち上げと違って、やっぱりしっかりサッカーに立ち向き合って準備してきた部分であるので、まあ、あの自分としては今のコンディションはすごくいいですし、やっぱり周りとのコミュニケーションもたくさん取れているので、すごいいいと思います。ちょっと改めてこう完全移籍をしたっていうところで、そのなんていうんですか、こう気持ち的な部分、まあ、こう決めた理由とか、まあ、その辺お話しできる範囲でお話ししていただけますか。決めた理由としては、まあ、去年、まあ、1年弱あの FC 町田ゼルビアで戦ってきて、やっぱり自分で一番成長できる部分っていうのを探していましたし、まあ、それをあのこのチームならもっと成長できると思ったので、まあ、このチームで今年も戦いたいと思い決断しました。あの仙道選手は先ほど、まあ、キャンプのところで充実してるっていう、まあ、言葉が出たんですけれども、もうちょっと具体的になんかどういったところが今充実してると感じてますか。すごい練習自体が強度が高くて、本当に日々自分の体を追い込んでるというか、まあ、精神的にも肉体的にも技術的にもすごいこう自分の限界を常にこう挑戦し続けている状況、まあ、それは監督も求めていることではあると思うんで、まあ、それをできているのがすごいやっぱサッカー選手として成長できているなっていうふうに実感してますし、まあ、チームとしてもこうここまでの練習試合だったりっていうのもすごい充実したものではあったと思うので、まあ、ここからそれを継続してよりこう開幕に向けてレベルアップしていくことが重要だなっていうふうに思ってます。あの改めてこうファンサポーターに、こう仙道選手ご自身のストロングポイントはどういったところだと思いますか。まずあの得点に直結するプレーっていうところで、まあ、アシストだったり、まあ、そういうところを見てほしいですし、まあ、あとハードワークするっていうところは、まあ、このチームの本当スタイルだと思うので、そこも見てほしいなっていうふうに思います。あのそんな仙道選手から、まあ、まだ合流してこう本当に、ね、期間的には2週間くらいという形ですけど、藤尾選手なんかどんな選手に映ってますか。人としてですか。まだじゃあサッカー選手としてっていうところでプレイヤーとして、いや本当にまだ若いのにこうオーラもありますし、まあ、前線でこうしっかりためを作れる選手だなっていうふうに思いますし、まあそのなんていうのキャラクターにもつながると思うんですけど、こう自分に対してこう、まあ、ストライカーとしてのこう自信というか、そういうメンタルを持ってるなっていうふうに思いますし、まあ、僕も何シーンか去年の映像とか町田の試合見たんですけど、まあ、本当に有望だなっていうふうに思います。僕が言うのもなんですけど。逆に藤尾選手、こう仙道選手と、まあ、こう加入されて一緒に練習して、なんか仙道選手こんな選手だなっていうプレイヤーとしての部分はどうですか。まあ、ケイア君が来てすぐに結構コミュニケーションサッカーに対して取ってたんですけど、まあ、例えばゴール前で、まあ、ケイア君、まあ、僕のことを常に見てくれていて、僕の動き出しに対して速いパスをしっかり正確な位置に供給できるっていう部分っていうのは、お互いコミュニケーションを取って練習の中でもそういう形があったので、すごい信じて動き出せる選手っていうふうに思います。仙道選手から見た町田のサッカーっていうのはなんかどういうサッカーだと。まず目の前の勝負にこだわるっていうところと、本当に全員がチームのためにハードワークするっていうのがすごい印象的ですし、まあ、それがやっぱりチームとしての結果につながっていると思いますし、まあ、一人一人がもちろん活躍するのもそうですけど、その活躍が全部チームのためになっているなっていうふうにはすごい思うような、もう本当にファミリーというか一体感を持ってサッカーしてるなっていう印象です。まあ、こう藤尾選手にとって 2シーズン目、まあ、こう黒田監督が求めるサッカー、改めてなんかどんなサッカーだと思いますか。まあ、やっぱりもうまずは勝ちへの執念がすごいと思うので、去年に関わらず今年も本当に勝ちにこだわるということはこだわっていきたいと思ってます。今度プレイヤーじゃなく仙道選手から見て一番最初の藤尾選手の印象と か, なんかどんな印象でした。めちゃくちゃ肌綺麗なっていう印象ですね。ずっと言ってますこれ。でもこいつメディアの前ではすごい真面目なんですけど、もう普段はねめちゃめちゃなんかボケたりとか関西弁でめちゃめちゃやってきようねんですよ。俺のこともいじってきたりとか、それ全然出してないんで俺が引き出していきます。
楽しみにしててください。いやまあ僕はまあ普段から真面目なんですけど猫かぶってますよ。めちゃくちゃ真面目なんですけど、まあ、僕から見た圭哉君は何やろ、まあ、まず一番初めに来たらめっちゃ絡みやすいなっていうのがまあ第一に来て、まあ、新加入の中で一番やっぱり絡んでますし、よく喋りますし、よく一緒にいますし、まあ、まあサッカーも結構あのよく一緒にやりますし、よく一緒にやるねとにかくほんまに絡みやすくて、あのいい先輩やなと思います。いやなかなかこんなに生意気な後輩いないですしほんまにこんなね、年だって7個ぐらい離れてますけど、もう同い年みたいな絡みしてるんでなかなかいないし、まあ、めっちゃ可愛いなって思います、ほんまに。逆にどうですか、藤尾選手から見て。いや同い年ぐらいの あれは別に知るつもりはないんですけどでもやっぱり絡みやすいというと自然となんかかしこまらんでいいっていう、なんか、まあ、なかなかいない素を見せる選手っていう印象です本当に表現の仕方がめちゃめちゃ言葉で選んでるじゃん、素を見せれる選手みたいな。普段やったら絶対なかなかこう現れない素を見せれるやつって言いますからね7個上にやつそうなんです、こういうやつなんですよ。でも可愛いですよ。それはやばい、はい、でも言ってたんですよ、元君ともこんな懐に入るの上手い後輩なかなかおらんよなって言って、元君も可愛い後輩やな言ってたんで、可愛がられると思います。ありがたいです、めちゃくちゃありがたいです。いやその肌の話だと、はいはいはい、もう昨シーズン藤尾選手、まあ、ちょっと SNS で出したクラブの投稿に肌ツヤ良すぎだろっていうのがすごい投稿来たんですけど、もう改めてどうですか。いやめちゃくちゃ綺麗なんで、俺も肌綺麗になりたいんですよ。でも僕ニキビ跡がちょっとあって、めっちゃ普段保湿とかしてるんですけど、このね、もうホワイトで、ね、やめてもらっていいですか、これ。これほんま羨ましいんですよ。それ注目されるし恥ずかしいから。いや、ほんでこいつ美容めっちゃ詳しいんですよ、圭哉君。あのブランドのあれがめっちゃええんすよとか、ね、めっちゃ言うんでもうほんまね、そういう美容の CM とか来てもいいんちゃうかぐらい美容にはこだわってるんで。美容は好きっていうか、まあ離れるのが嫌なんで。いやそれはめっちゃ、はい、もうリップもないと、もうこいつうるさいんですよほんま。うわリップ忘れたってもう常に口が潤ってないと嫌みたいで、だからね、なんかほんまそこはすごいなって思いますけど、まあむしろ羨ましいですね。僕もほんま綺麗になりたいんで。すぐなれます。教えてほしいです、いろいろ。なんか教えてください、皆さん、いい美容方法があれば、はいはい、あ、それ俺も知らんやつあったら教えてほしいです。はい。ちなみに藤尾選手、今やってるおすすめの美容のなんかあるんですか。まあそうですね、おすすめの美容っていうか、まあ多分みんなやってる、多分女の人とかよくやってるんですけど、やっぱり、まあ、洗顔終わった後に拭き取り化粧水っていうのをまず入れて、そっからでコットンでちゃんと拭いて、化粧水コットンで拭いて、で顔を最初洗った後水濡れたじゃないですか。それはもう普通に固いティッシュで拭くみたいな。でもやっぱりシルクの、はい、あれがいいよな、あのサイバーさんが作ってる N シリーズのね。ああそれあるらしいですね。知らないでしょ。知らないでしょ。俺最近聞いたんですよ。俺それ自然に使っとって、ちょっと前に俺も存在を知ってたんですよ。でその N シリーズの美容用品、ぜひよろしくお願いします逆に銭湯選手、なんかこうこだわりの、そういうなんかサッカー以外のなんかこだわりのなんかあったりするんですか。こういうこと実は僕こだわってんですとか。サウナ交代浴ですね。もうこれは絶対試合の3日前か2日前行くんで、ほんまに教えてほしいです。町田でもちろん大くらいは行ったんですよ僕。でもそれ以外でなんかおすすめの場所あればほんま教えてほしい。ちょっと離れててもいいんで、もうほんまにね、好きやもんな。お前も好きやもんな。いや俺も好きですけど、毎日やってるっす。まあついていかれへんぐらい。だからこの宿舎にもあるじゃないですか、サウナと水風呂が、はい、ほんま。でもほんまに俺それが怪我せえへん理由やなと思ってます。でもサウナ肌にもいいですからね、うん、めぐみ先生が言ってたんですけどそうやな、はい、めぐみ先生が、めぐみ先生なんや、もう先生なんや、はい、先生、うん、めぐみ先生言ってたんですけど、田中みな実先生とめぐみ先生、はい、その二人はすごいよく見ます。いやな、ほんまに肌にもいいしな、はい、ほんまに体にもいいと思います、はい、水風呂はやっぱりもう温度も大事っすね。冷たい方がいいですね。絶対15度以下、はい、あわよくばシングル、うん、もうシングルって呼ぶんや。10度以下シングル。へえ。例えばサウナ何分以上入んないととか、何分何本以上やるとか何かあるんですか。基本、まあ、体の状態と相談するんですけど、自分の体と会話して、だいたい3セット3セット、
サウナ、水風呂、外気浴で1セットで、それ3セットやるんですよ。で、まあ銭湯とかスーパー銭湯によるんですけど、めちゃめちゃ暑い熱湯の風呂があるところもあるんですよ。42度、3度とかの。でそれと水風呂の交代浴を3セット。これやったらもう体もバチーン、もうクリアになります。ほんまに。ほんまにいいですよ、おすすめ。今日も言ってました、今日昼風呂入ってる時にこれやったらもう体、水風呂ほんま10分入ったら体エグなるとかいやあのね、こう藤尾選手こう、ね、こうチームでいろんな選手ともちろん仲いいんですけれども、はい、なんかちょっとここまで銭湯選手とこの短期間で仲良くなるっていう、はい、いや早いですよねはい、はい、めっちゃ早い、ほんまに早いですそうなん、はい、いやこむしろ誰にでもこう行くこんなキャラなんやなと思ったんです俺。いや誰にでも行く、まあ、誰にとでも仲良くしますけど、こんなあのまあまあもうなんか俺のことをほんま絶対先輩だとは思ってないですからね。いやめちゃくちゃ思ってますほんまに、それはやっぱりほんまに、ええー、けーけーみたいな言ったことないですほんまでも俺も後輩から、まあ後輩からっていうかやっぱそれぐらい来られても全然嫌じゃないんで、そのあれなんですけど、でもまあしっかりしとるところは締めてしっかりしとるんで、まあ、そこはねほんまメリハリがしっかりしてて、はい、ええなと思いますけど、やっぱ距離感大事ですよね。距離感行ける時と行けへん時と、そこの判断がうまいな、はい、お前は嫌からすぐ入り込む、なるほど、はい、素晴らしい、はい、でもやっぱそういう意味ではあれですか、なんかお互いに関西出身とかっていうのもあったりするんですか。それはでかいと思います。なんかめっちゃ聞き心地いいんですよこいつの関西弁。こいつバチバチの関西弁なんですよ。ずっと言ってます。なんか俺とちゃう関西弁なんですよこいつは。なんかいやあんま変わんないですよ。いやこいつはもう何話の関西弁なんで、俺はちょっとこうね京都の方寄りなんで、まあ上品というか、まあこれ言ったら分かんない、全然上品全然上品じゃあんま変わらない。そうやな、変わらんか、はいはい。まあでもやっぱり藤尾選手といえばファンサポーターからするとやっぱりゴルフの印象、ああみたいですね。昨シーズンもファン間でファンフェスタでゴルフをファンと一緒にやるっていうイベントだけ、パターだけ、ね、だけ、はい、やったんですけど、銭湯選手はちなみにゴルフ、ゴールします。でも全然上手くないです。ゴルフとサッカーつながるからな。つながるっすね。ゴールからの逆算みたいな、はい、ピンからの逆算やろゴルフ。あ、そう、ほんまにそうやろ。逆算ゴルフ、うまい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 、ほんまそうやんな。ほんまにそう、打ちたくなるやん、うん、飛ばしたくなるけど、いやもうそんなドライバー使わんとこもあるやん。それはもうピンからの逆算やん、はい、逆算だ。こいつすごいですよほんまに。それ分かってないとすぐ100切れます。いけますか。いけます。じゃあぜひ教えてください。はいはい、はいはい、それ分かってないとすぐいける。いける、はい、でも全然100切れへんけど、1回しか切ったことない。大丈夫大丈夫、マネジメントね。うん、やっぱりグリップも下手やし、はい、俺。じゃあ、あと一回スイング見してよ。いやいや、お前絶対ディスる。めちゃくちゃダサいっす。見た。小鹿。小鹿。生まれたての小鹿みたいな。小鹿。今思ったんですけど、あの、今日唇カサカサちゃうっすね。ほんま？はい、毎回ちょっとあの白いんですよ。ほんま？はい。これ舐めてるからかな。いや、舐めてたら逆にカサカサ。あかんか。はい、あ、でも。唇充実してるかもしれない、うん、今でしょ、血色いいっすもん、うん、お前と喋ってたら充実してくるかもしれない、うん、よかったよかったよかったってなんやねん。たまにリップ貸してとか言ってくるっす、ね、こいつなんかええリップ持っとるんですよ、女子が使うような。なんかリップ貸してとか。やっぱ俺もちゃんと買うようにするわリップ。絶対いるっす。必要。一回つけたらもう離さない。それ嫌やわ。なんかそれ逆にしんどない。必需品。いやしんどくないです。だってさ、もうお前常に持ってるやん。うわもう口カサカサしてきた、リップリップみたいな感じやん。そんなのしんどない。ストレスじゃん。全然ストレスじゃん。なかったらストレスだけど、あったらそれでもさ、もともとない状態が俺これ普通やからさ、それやったらこれが普通やから別にストレスならへんやん。嫌からカサカサで荒れるんすよ。ああそういうことか、はい、まあ確かに荒れるのは嫌やな。荒れたことない、唇なんか。集中しよう、はい、銭湯選手から見た藤尾選手のもう俺しか知らんやろっていう藤尾選手、うん、いっぱいあるっすけどね。そんなないでしょ。何いっぱいある藤尾選手ですか。何やろうな、まあ、前回の沖縄キャンプが同部屋やったんで。あ、寝つきバリ早いですこいつ。あ、マジほんまに早いです。ビビるっす。10秒ぐらいほんまに。もう結局寝ます。で10秒後にはでもういびきかいてるんですよ。ほんで、俺がちょっとトイレとか行く物音出したらすぐ起きるんですよ。バリ敏感っす。マジでガン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 するんですよ、寝る前。俺、ショート先寝といていいよって言われて。あ、じゃあ寝ときますわって、ほんまにもう寝つくか寝つかんかぐらいの感じの時に、なんか洗面所にガーンとか落とし合いして、俺もそっからちょっと寝つけへんくて。で、ケア君帰ってきて、うわ、ケア君帰ってきたわ、もう寝るやろうなと思ったら、その日、俺全然寝つかねんかったのに、ケア君バリ早かったっすね。バリ迷惑。
ほんまに。いや敏感なんすよ音に、なんか知らんけどなあ。あといびきバリうるさいし。お前やんそれ。しかも寝てる時めっちゃ綺麗姿勢。ピーン足伸びて。手もピン。俺は寝返りめっちゃ打つタイプやからさ。もうこんなほんまにこんなんして寝てんもんなお前こうやって。いや朝起きたらもうなんかうつ伏せで顔真っ赤にうずめてんすよ。寝相悪い俺。寝相悪いマジで。朝起きても俺はこうやって。これで迷うさまに寝るとき、テーブルか下向けるか、マジで真っ直ぐ。すごいな、繊細なんですよ、多分意外と。こいつね、新加入で俺来て、クラブハウスの飯、昼食あるじゃないですか、食べてたんですよ。ほんで、なんかまあ普通に喋ってたんですよ。で、なんかまあ最初俺の名前呼んでんすよ。で、その時俺ちょっと違和感感じたんですよ。あれ、なんかちょっと普段呼ばれてる名前の感じと違うな、みたいな。ほんでまあまあまあ流してたんですよ。ほんで話聞いて、話バーン盛り上がってて、ほんならなんか次の瞬間もう一回俺の名前読んだ時に、こいつ俺の名前のこと哲也言いようんですよ。なんかおかしいなと思って、何哲也って。ほんならなんか圭也くんの圭ってなんか哲に見えますよねとか言って、こいつ漢字なんかもう間違えて読んどるんですよ。いやもう衝撃やった俺あれは。いや俺あのなんか顔は知ってたんですけど名前は分からなくて、銭湯は分かってたんですよ、下の名前が分からなくて。でそれでなんか聞いたけど、なんか哲也か圭也か聖也かなんか分からんくなって、最初やから。で、もう名前呼ぶ前に携帯で下でこうやって名前調べて、漢字だけ。あ、これ哲也やと思って。どこが哲也やねん。もう哲にしか見えへんなって。下の口しか合ってへんやん。で、自信持って、いや、哲也くん、哲也くんって言ったら、哲也って誰って。2回目で気づいた。2回目で違和感めっちゃあったけど、2回目でもう突っ込んでもうたわ、あれは。いやほんまそういうこと、名前間違いめっちゃ多いんですよ。そっからあの距離感縮まったっすね、そのきっかけで。そうですよね。ああ、そうかも。そこでまあ笑いバーン起こったからね、笑い1回どん。他の選手も何人かおったんで、これが大事って、こう先頭選手が思うところってどんなところでしょうか。そうですね、まあでも本当にこの今ゼルビアが取り組んでること、まあ選手スタッフチームとして、まあ練習もそうですけど取り組んでることには本当に間違ってないと思いますし、まあ、それに対して自分たちがやってることに自信を持ってチーム全員が一体となって戦えば、まあ、それがおのずと結果として現れると思いますし、まあ、これからやっぱそのチームとして初めての J1 ってことでいろんな壁があったりとか、まあ、負けてしまうこともあるとは思いますけど、まあ、それを本当にそういう時が来てもチーム全員で乗り越えて前を向いて上を向いてやっていくっていうことがすごい大事なことだと思うんで、まあ、自分たちのやってることを自信持ってチームが一体となってやることが一番大事かなっていうふうに思います。今年はちょっとパリ五輪もありますけれども、まずはこう J1 で戦うっていうところ、藤尾選手にとってはどんなシーズンにしたいですか。そうですね、やっぱり僕は、まあ、毎年そうですけど結果が求められる1年っていう毎年なんですけどってなると思ってて、やっぱりあのオリンピック選ばれるにしても僕が町田でスタメンをずっと勝ち取って出続けるにしても結果が必要なので、まずはもうそこをあの目指してやっていきたいと思いますし、まあ、それをすることにあたってチームが勝たないとできないことなので、まあ、チームが勝ちつつ僕もしっかり結果を残しつつやっていけたらなと思います。この1年間本当に FC 町田ゼルビアとして初の J1 ということで、まあ、僕自身新たな歴史の築く一員となれるように頑張りたいと思ってますし、こうゼルビアとしてもこう降格争いとかが目標じゃなくて、チームとして本当に上位を狙う ACL 圏内あわよくば優勝っていうところを目標にしているので、まあ、そのためには本当にファンサポーターの皆様の声援応援が必要になってくるので、まあ、どんな時でもどんな状況でも共に前を向いて戦っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今シーズンはサポーターの皆さんにできるだけ多くの勝ちを届けて、一緒に戦って試合を楽しんでもらえたらと思うので、今年も1年よろしくお願いします。